急流筒見駅は、香港急流急流城区急流筒見にある、港鉄の駅である。東鉄線では、急流市街地エリア最後の駅である。MTR 最初の開業区間に含まれており、MTR 開業以来一貫して、乗り換え駅としての重要な地位を保っている。急流地区では有数の高級住宅地として名高い。また、大型ショッピングセンターとして知られる。 また一条が当駅と直結している。このまた一条は、香港城市大学のキャンパス入り口とも直結しており、キャンパスがあたかもショッピングセンターと一体化したかのようなユニークな構造となっている。また、当駅付近には、香港新海大学も所在し、文京地区としての顔も合わせ持つ。当駅からかだろう同方面には、 結婚写真の撮影スタジオがいくつか存在する。現在はその数を減らしたようではあるが、ラブホテル街としても知られており、俗に、急流包みにデザートを食べに行くといえば、すなわちラブホテルに行くことを意味するほどである。このように、当駅周辺は実に多面的な要素を持ったエリアと言える。異急流包み駅ため相談的路線も、立つゆきじため。 相端的路線と経過だ労働的路線と経過だ労働的加海水道橋路線急流線線ミニバステンプレート新海線線ミニバス列表も立つ雪時ため相端的路線ありがとうございます